ニアーヤ学派は、インド哲学の学派。現代では六派哲学の一つに数えられる。ニアーヤは理論を意味し、インド論理学として代表的なものであり、論理の追求による下脱を目指す。アクシャパーダがウタマが表したとされる、ニアーヤスートラを根本テキストとする。ガンゲージャによって表された、タットバチンターマニエと根本テキストが映ったものは、シンニアーヤと呼ばれ区別される。 ニアーヤスートラは530程度の短いスートラから、なり5辺に分かれている。各辺は、それぞれ2課に分かれている。第1編第1課では、以下の16の項目を正しく知ることにより、下脱がなされるとする。認識手段認識対象疑惑動機述例定説、論証式を構成する五指認味確定論議論、諍世論決議時理由基弁を誤った、論難敗北の立場第1編は、 1> 第1から14項目の第5編では、第15から16項目の定義、解説を行う。この2つの編は、成立が最も古いものと考えられ、元は一つにまとまっていたものだと考えられる。成立時期は不明であるが、ナーガー・ルズナのバイダルヤロンに言及があることから、成立は少なくともこれ以前であると考えられる。第二編では、直接近く、推論、 類比、信頼すべき言葉という4種の認識手段について、これを確立する方法について考察される。この中で、ベーダは、信頼すべき言葉の一つであるとされ、妥当性の根拠を信頼に求める。第3編及び第4編では、12種類の認識対象、すなわち、アートマン身体感覚機関感覚機関の対象認識思考機関活動過失再生化報告。 下脱が順次検討される。ニアーヤバー社によれば、この12種類の認識対象は、世界全体を網羅するものではなく、これらを認識すれば、下脱に至ることができるような特別に選ばれたものである。唯物論的立場や、無我の立場は否定され、アートマンの存在証明とも言うべきものがなされている。4から5世紀頃のバーツヤーヤナの、ニアーヤバー社。 6世紀後半のウッドヨータからのニアーヤ・バールティカ、9から10世紀頃のバーチャス・パティ・ミシュラのニアーヤ・バールティカ・タート・パリアティカ、11世紀頃のウダヤナのパリシュッティの仲介書4部作が文献の根本をなすほか、ジャイアンタバッタが表したニアーヤ・マンジャリーも仲介書の一名を持つ。独立作品としての文献にはウダヤナのニアーヤ・クスマンジャリと アートマタットバビベーカがある。前者は神の存在証明を試みた著作であり、後者は仏教の無我説に対する批判である。その他、バーサルバジュニアのニアヤブーシャナがあり、これは芝神のナオミがゲ脱ツへの最終改定であるなどといった、ウシンドン的色彩の強い異色の作品である。仏教論理学者が対象は観念の構築物であると考えるのに対し、 ニヤーヤ学派では、認識や言語は、実在世界に即対応し、それをありのままに指示していると考える。仏教論理学者にとって、直接知覚が C の加わらない、無分別値であるのに対し、ニヤーヤでは直接知覚は、有分別であり得る。白い牛という認識において、白も牛も、外界の実在であるとされるのである。推論に関して言えば、 推論の結果が近くや信頼できる言葉と矛盾するならば、それは推論が誤りであるとされる。つまり、推論はただ論理的に正しければ良いのではなく、日常経験や宗教の伝統とできる限り矛盾しないことが重要視されるのである。一方、ベーダのような信頼できる言葉を無条件に許容したわけでもなく、言葉の信憑性は、 語り手の信頼性に依存すると考えたが、ベーダは神の言葉であるという見解が定着するにつれ、結局はベーダの記述は正しいとされるようになった。ありがとうございます。